こんにちは。車からお送りいたします。宮島ラジオ2。今日は久しぶりなんですけど、Vlog のネタがなくなったので、こちらで話していきます。今日話すのはやっぱ前者の裏側。前者っていうのは全国社会人サッカー大会、全国大会を優勝しました。その裏側について話そうと思うんですけど、まずこの大会が世界一過酷な大会って言われてて、なんでかっていうと、5日間で5試合。どういうことかっていうと、1日1試合を5日間毎日、まあ優勝まで行けば、続けるっていうめちゃくちゃ過酷な大会です。トーナメント制で、まあ、1回戦で負けちゃうとそのまま帰宅なんで終わりなんですけど、まあ、勝てば勝つほど毎日試合がやってくる。で、3回戦に勝利すれば、準決に進んで、でそこに、ま、仮に負けちゃっても、3位決定戦があるので、もう5日間は決定、5日間毎日試合っていうのは決定するっていう、過酷な大会やってきました。まあ、結果は動画でもあるんですけど、優勝ということで人生初の全国大会優勝しました。ありがとうございます。はい、自分はね、ちょっと、動画をもう一回見てもらえばわかるんですけど、目立った活躍っていうのはなくて、悔しい大会っていうイメージも自分にはあります。はい。まずね、一番印象に残ってるのは、やっぱり、初戦ですね。自分はスタメンで出場したんですけど、やっぱり、この前者に行く前のタイミングでも、もう試合の直前のミーティングでも、監督もチームも、まあ、思ってたことであると思うんですけど、やっぱり初戦で負けたら、もう、すぐ帰宅で、新潟に帰るってことで、滋賀までわざわざバスで7、8時間くらいかけて行って、しかも全然泊で、ルートインで、いい環境で泊まらせてもらって行って、試合で負けて、即帰るっていうのはみんなでやっぱ、避けたいなというか、帰りたくねえよなっていう話をしてました。とはいえ相手は、ボンズ市原っていう、関東一部リーグの1位、しかも、リーグ無敗です。そしてもう優勝決まってる。もう、この前者の中でも、トップの優勝候補と当たってしまいました、初戦で。で、やっぱ、自分たちも監督も、もちろん勝つ気ではいたんですけど、まあ、練習とかでもなかなかうまくいかないで、試合前の練習とかも。これじゃ勝てねえよっていうような話を、まあ、してたり、まあ、そういう、なかなかね、全員、これは絶対勝てるでしょっていう思いではなかったかもしれないです。けど、試合になってしまえば、もうここで負けたらシーズン終了。もし、負けてたら、自分の加入後、未勝利で大会を、この今シーズン終えることになって、本当に自分いらなかったなと思われるなと思って、本当にそういう不安が大きかったです。自分が入ってから一回も勝てないっていうのは、もう、なんなら疫病神なんじゃないかっていうくらい、すごい、もう、不名誉な、なんですかね、加入後未勝利っていう不名誉なことが、なんかもう、わかんないですけど、もう嫌だったんです、すごい。勝ててないのがすごい悔しくて、しかも出てたのに勝ててないっていうのがもう、めちゃくちゃ悔しくて、まあ、やばい、なんでこんななんだろうと思ってたんですけど、自分のプレーにも納得せず。で、まあ、初戦、ここ負けたら、しかも相手がね、まあ、リーグ戦で、あんまり強くない相手だったらまだいいものの、リーグ戦を超えるレベルの、かなり強い相手、トップレベルの、地域リーグの中ではトップレベルの相手とぶつかってしまいました。けども、自分たちは先ほど言ったように、もう、ある意味もう負けたら終わりなので、もう割り切って、勝利のために、もう走るだけ走って最後戦うやりきろう。絶対勝つぞっていう、もう、もちろん試合直前だったら負けるって思ってる選手は一人もいないです。もう戦うだけでやって、それでも負けたらしゃあないっていう気持ちで、もう2回戦、3回戦のことは考えずに戦いました。ちなみに3回戦を勝利すると、チケツっていう、まあもう少しで始まるんですけど、JFL に昇格するためのトーナメントに参加できる権利が与えられる。まあ厳密には、3位以上なんですけど、まあいろいろな金があって、3位、3回戦突破すれば、チケツに行けるっていう大会です、前者は。まあだけどそこを気にせずまず初戦ってことで、初戦に挑みました。でまあ、前半からもうガンガンいつものように、前から行って、ボールも背後に蹴っていって、で、PK 獲得。PK 獲得して、先制しました。しかも早い、前半早い段階の、PK で点取れたので、ちょっと勢いもチーム良くて、これはいけるかもしれないっていうのがありました。なんですけど、やっぱり相手も、関東無敗の相手なので、で、また PK で、次は、こっちがやられてしまって、その後結構立て続けに、フリーキックの流れから逆転されてしまいました。まあ、この時、前半の真ん中よりちょっと後半ぐらい。まあ、みんなもまだでも全然諦めてなくて、まだいけるでしょっていう感じだったので、ここで別に諦めるっていう感じじゃなく、で、こう、前半の最後ギリギリで、フリーキックから、こっちが同点ゴールを上げることができて、めちゃくちゃいい状態で後半に行けました。そこで点取れてるか取れてないかでは結構違ったと思います。同点できたんで、この勢い、いけそうだなっていうチームの全体の感じはありました。相手も、失点数が今ですごい少なくて、2失点とかしてる試合が今までなかったのか、あったとしてもかなり少なかったので、なかなか、硬い守備のチームに2点取れて、
まあ、自分たちも2失点しちゃったんですけど、流れ的には悪くなく後半を迎えました。で、後半なんですけど、自分は交代となってしまいました。まあ、なんですかね、いつもスタメンというか、ずっと出ている選手が、まあ、腰の怪我をしていて、自分が、まあ、代わりというか、まあ、サッカーは別に代わりも何もないので、まあ、スタメンでして、で、その選手が後半からってことで、まあ、その選手高さもあるので、まあ、そうですね、自分としては悔しかったんですけど、もう認めざるを得ないというか、はい、そういう、今やってるサッカーにもやっぱ必要な選手だと思うので、交代となってしまいました。まあ、悔しいんですけど、まずは勝って、次に進みたい。そしたらチャンスがあるんで、まずそこはもう祈るしかないってことで見てて、で、後半も中盤ぐらいかな、に先制できて、もう一回勝ち越し3対2。で、いけるかなと思ってたんですけど、もうほんと後半のギリギリで、やっぱ最後まで強かったんですけど、ボンズさんが点取って3-3、そして PK 行きました。はい、その時の動画もあるんで見てください。で、PK で、まあ、自分は蹴ってないので何も言えないです。本当に、キーパー、クラが2点止めてくれて、他の選手も決めてくれて突破ということで、初勝利です。加入後初勝利、本当に終わんなくてよかった。ここの気持ちが一番大きいです。自分がもっとこうしたいっていうのはあるんですけど、このまま負けたら本当に今、自分は何をしてたんだろうというか、どういう気持ちでいたんだろうと本当に思ってます。で、やっぱ1回戦突破して、チームの雰囲気良くて、これはいけるんじゃないかっていうのはありました。もちろんみんな疲れてたし、1試合目から走ったし、怪我もやっぱ知る選手もいたので大変だったんですけど、これはもう行こうと、勢いのまま行こうということで、次の日、すぐ次の試合、FC 多度津さんというチームと試合しました。四国2位のチームで。で、そこに3対0で勝利して、こう勢いのままです。で、そこから3回戦、ブランデュー弘前さんというチームと試合したんですけど、東北無敗の一番のチームです。今季のチャンピオンチームと試合して、で、ここで勝つと、一決の権利が与えられる可能性がかなり上がります。はい、いろいろな兼ね合いがあるんですけど、とりあえず、勝たないと話にならない。まあ、そこで、4対1で、まあ、もう勢いと、もう点もいい時間とタイミングで入って、4対1で勝利。で、ここでまだチケット決まってなくて、で別会場の結果によって、ホテルの中でチケットが決まりました。やっぱチームとしては自決出場をまずは目標にしてたので、まずはそこが突破できてよかったっていうのと、やっぱ自分も悔しい。まあ、試合に出てるんだったら結果残すよって、みんな思うと思うのでね、チャンスはいただいてるので、はい、まあ、悔しい気持ち。まだあと、準決決勝あるかなっていう気持ちもありました。やってやるぞ。で、ホテルで自決決まって、やっぱ3日間連続相当きついので、まあ、選手もみんなもう、一回ちょっと選手変えて、今までちょっと出てる時間少ない選手とかを出して、ずっと出ずっぱりだった選手は、一回、休ませよう、いうような話になったんですけど、3回戦突破後のミーティングで、ね、監督が、これ優勝狙おう、と、ね、一言言いました、はい。もちろん選手によっては、いやもうきついよっていう選手もいたと思うし、いや、ここまで来たら行こうっていう選手もいたと思うんですけど、まあ、もちろん監督がサッカーと選手と方針を決めるんで、もうそう言ったからにはもうやるぞということで、まあ、自分も準備して、はい、もちろん、準決決勝、まあ、ある程度選手は変えるんじゃないかと自分は思ってました。なんですけど、まあ、そのままで結局スタメンは行って、で、自分は準決勝は FC 刈谷さんというところで後半から丸々出て、やっぱり、3試合連続で出てる選手っていうのが攻撃陣にもいて、疲れも出てて、やっぱり走れなくなってくるので、そこで自分ともう一人の選手が2人一気に入って、でも勢いづけて、もうその時 0-0 だったので、後半で 1-0 にして、自分が点取ってもう終わらせたると思って意気込んで入ったんですけど、うん、まあ、前半のね、後半の前半、最初の方は勢いをもたらせたかなと思います。どんどん、裏抜けたり前から行ったり球際戦ったりとできたんですけど、結果的にゴールに結びつくことはできず、また PK、 初めての PK 参戦となりました。はい、前回はね、ボンズの時はベンチいたんで初の PK ということでね、自分の、まあ、打つ番順番っていうのがあって、5人ずつ打って、それでも決まんなかったら6人目7人目でどんどん行くんですけど、まあ、監督から1番誰誰2番誰誰って言うんですけど、宮島10番でした。どういうことかっていうと、サッカーっていうのは11人でね、11人でやるんですけど、その中の10番ってことは、まあ、かなり、PK の信頼ないということになります。はい。まあ、これの裏側としては、この前者の大会の前に、1週間ぐらいかな、毎日練習後に PK の練習してました、全員が打つっていう。で、そこで、多分、まあ、1週間でも5日間ぐらいかな、5回 PK を毎日1本ずつこう打っていった中で、僕はね、1回目、もう、本当に、サッカーしたことないぐらいの外し方をしてしまいました、1日目。で、ここでも完全に印象づきました。あ、この人ダメなんだ。PK 蹴れないんだ。で、その流れのまま2日目。ちょっと、ここ1日目で上に外しちゃったんで、ちょっと渋って、仕切ってちょっと、低めの、
まあ、ちょっと横みたいなところで止められて、連続で失敗。ああ、もうこれでね、多分、10番になったと思うんですけど。で、一応、3、4、5は全部、危ない中でも一応決めたんですよね。でも、ちなみに3と5は触られてます。キーパーに。4は、ちゃんと逆ついたのかな。で、ちょ、順番バラバラなんですけど、やっぱ、PK うまい。こいつには任せれるっていうあの PK は蹴れませんでしたね。はい。なので、10番目。まあ、仕方ないですね。もう中学からも、ちょっと苦手だったので、自分がもらった BK をね、打つのは自分で決めてるんですけど、外すことも今まであったので仕方ないです。はい。で、10番目、もうみんなで肩こいてくるんですけど、ちょ、来ないでほしいなと思いながら、もう来たらでも絶対真ん中に打ち込むって決めてたんです、もう。それで外したらもうしょうがないと。けどもう頼むから本当に、もう、決着してくれって思ってたら、またキーパー倉持2本止めまして、他の選手は全員決めました。こっちの選手は。そして、準決勝、勝利ということで、全社、全国社会人サッカー大会決勝に進出します。はい。4日間、フル出場の選手もいて疲れてる中で、決勝。もう、ここまで来たら、もう2位じゃ、2位に置きに行くのはないだろうってことで、同じく決勝も全力で行こう、なりまして、まあ、同じようなメンバーで、同じような気持ちで、勝ちに行きました。はい。でも、相手は FC 徳島さんという四国1位の強いチーム、戦って、まあ、結果的には 1-0 で勝ったんですけど、まあ、自分は後半の、ま、ちょっとしか出てません。1点、後半の真ん中くらいに、後半くらいに1点取って、そこからみんなで走って守って、1-0 で優勝と、人生初の全国優勝できました。はい、この、帰ってきて2ヶ月くらいなんですけど、まあ、3ヶ月くらいか。チームに入った2ヶ月。こうやって、なんか優勝すると思ってなかったので、まあ、変な気持ちあったし、チケットに繋がったことが本当に良かったです。シーズンが終わらなかったので、まだ自分は、やれると。今シーズン全然1点も取れなかったっていう前にまだチャンスがあるっていうのが本当にありがたいです。まあそのためにまあ試合出ないといけないんですけど、まあまずはそこが決まったということで、まあもちろん、チームで喜んで、まあ SNS だったり、まあ何ですかね、いろいろちょっと話題になってました。連絡も来たりして。で、練習後、間違えました。大会後のやっぱ練習だと新聞の方だったりインタビューの方だったりが来て写真を撮ったりとかいろいろやってるのもあったので、やっぱり全社優勝っていうのはそういうすごい大会だったなと改めて思いました。はい。そしてチケツです。もうここで勝てば JFL 昇格ってことで、もちろん全社も大事なんですけど、ここで昇格できるように今週まあいろいろ練習してきて、あさって島根に行きます。島根に、島根、監督がね、島根引いたんで、島根に行ってきます。静岡、茨城、島根、この3会場あって、A、B、C で分かれてて、このくじを引いて、C だったら島根とかあるんですけど、監督がね、見事にこう、C、引きました。で、監督もやっぱ島根だけはやめようってみんなで話してたんですけど、C を引いて、まあ、気まずい感じで、こうちょっと下っこうやって向きながら歩いて、戻ってましたね、その引いた後に。YouTube で自分は見てました。はい。まあ、ちょっと、監督もね、その後の LINE ですいませんでしたみたいなことを書いてたんですけど、まあ、そこは、島根っていうところまで遠いんですけど、まあ、試合は試合で関係ないので、まあ、そこは、相手ももう決まったし、頑張っていこうと思います。相手は、一個前の動画に全部載ってるので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい。ということで、裏側としてはこれぐらいですかね。やっぱ一番大変な大会で、まあ、いろいろありました。やっぱり怪我もあったり、体調不良もあったり、疲労もあったり、いろいろ、ありましたけど、みんなで頑張って、優勝できました。JFL 昇格で、あと5試合あるんで、予選ラウンド3試合、勝ったら決勝ラウンドで2試合、京都であって、で優勝すればもう JFL1 位だと確定で昇格。で、2位だと、JFL の下から2番目のチームと入れ替え戦をして勝てば昇格となります。はい、こんなところで、今日のラジオを締めたいと思います。Vlog だったり、こういう動画もどんどん出していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今年中に1万人目指してます。今まだ5,350人ぐらいなので、まだまだ足りないんですけど、はい、諦めずにやっていくので、JFL とか昇格したらさすがに増えると思いますし、自分が点取ったり活躍すれば、もっと見てくれると思うので、それに期待して、最初、ちょっと、チャンネル登録先にしておいてもらって、僕の活躍を見ていただきたいと思います。ここまで見ていただいてありがとうございました。宮島ラジオ。宮島ラジオでした。あ、2でした。チームの中にも視聴者がいると思いますので、監督含め、スタッフ含め、選手含め、コメントよろしくお願いします。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。2024年12月31日までに YouTube 登録者1万人を目指してやっていくので、ぜひ。
ぜひ面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。